ラコタ族のブラックホークの描いたヘヨカ・ハオカーはアメリカインディアンのスー族の神話に伝えられる雷と狩猟を司る精霊。日本の角を生やした姿で描かれる。スー族の言葉ではヘヨカと発音する。自らが悲しい時は笑い、自らが嬉しい時は泣くという。信仰に忠実なスー族インディアンがもし雷の夢、または 雷鳥は金安の夢を見た場合、その人はまさに、自らが悲しい時は笑い、自らが嬉しい時は泣くという道化のような、逆さま人間の、平夜カカーガを演じなければならない。暑ければ、寒いと震え、寒ければ、暑いと汗をかかねばならず、もし夢の中で自分が全裸だったなら、全裸で村を走り回らなければならない。二十世紀数族の伝統派宗教者のレームディアーや、 ピートキャッチーズは、どれほど恥ずかしくても、雷のパワーを受けた者はこのヘイヨカを演じなければ、ならない。でなければ、稲妻に撃たれて死んでしまうからだと、ヘイヨカカーガについて語っている。このヘイヨカの呪爆を解くためには、犬を生贄として、ヘイヨカに差し出す。犬の儀式を取り行わなくてはならない。まず犬を大鍋で煮る。そしてヘイヨカは、この中に手を突っ込んで、犬の頭を取り出す。 この熱い犬の頭を他の同系役の者たちに渡す。犬の頭はとても熱いので、五六人の同系たちは次々にこれを渡していくことになる。こうして犬の頭を回し終わり、最後に全員で犬の肉を食べることで、平岡の呪縛から解放される。この儀式を終えれば、その者はもう逆さま人間を演じずに済むのである。ありがとうございます。